こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、本日発売の通常のトミカ、こちらの3台を紹介したいと思います。このね、初回特別仕様、これちゃんとね、購入できました。そして、あとね、こちらも、トミカプレミアムのホンダシティターボ2のね、発売記念仕様も手に入りましたので、これはまた後日ね、紹介したいなと思います。ではですね、まずは、こちらですよね。ダイハツのハイゼットの初回特別仕様とこの通常カラーの方、これ見ていきますね。ということで、じゃあ通常カラーの方から、ということで、まずはパッケージなんですけど、まあ、通常カラーはまあこんな感じのね、まあ、パッケージになってて、ナンバーは30になってます。じゃあ通常カラーからよいしょ開けるとまあこんな感じでよいしょあなんかねこんなブックレットっていうんですかね入っててジョブレイバーああこれねああなるほど今こういうのがね発売されてるみたいですねあパーフェクトセットかっこいいねあ、そうなんだ。はい。ということで。で、正面はまあこんな感じになっていて、ヘッドライトはね、クリアパッツ使われてますね。なかなか素敵なんじゃないですか、これは。はい。ああ、うん、雰囲気出てますね。すごい出てますね。うん、確かにこんな感じ。テールランプは塗装になってますね。そして、いいですね、これは。うん。出てますね。かなり、ハイゼットの雰囲気出てます。実写に近い気しますね。そして、下は、こんな感じで、型はね、2022年のね、型になってます。で、ギミックはこれ、サスペンションと、あとね、後部のドア開閉ということで、あ、これ、開くんだ。よいしょ。おう、まあ、こんな感じでね、開くようになってます。うん、この開け方はちょっと、うん、ですけど。まあ、こんな感じでね、開くようになってますね。いや、かなり素敵な、うん、ハイゼットになってますね。はい。まあ、こんな感じです。じゃあ次は、こちらですね。初回特別仕様の方を見ていきます。でこれは赤色の、よいしょ。赤色のハイゼットということで、うん。まあ、こんな感じになってますね。で正面は、お、あ、色綺麗。あ、赤じゃないですね。ごめんなさい。これ見たら、赤っぽかったけど、オレンジですね。オレンジ茶色まあ、そんな感じの色です。でヘッドライトはね、クリアパーツが使われてて、まあ、この塗装はかなり綺麗な気がしますね。ここはこんな感じで、かなり出来はね、いいんじゃないですか、これは。おぉ。まあ、いいですね。成形もいいし、なんて言うんだろう。あれですね。色もいいですね。で、型の方なんですけど、こちらも一緒ですね。で、ギミックの方は、サスペンションと、こちらも同じくね、後ろのバックドアの開閉ということで、開けてみると、まあ、こんな感じということで。この開け方が、ここから開いてくれたらベストなんですけど、まあまあ、しゃあないんでしょうね、これは。ああ、なるほど。ちょっと不自然だけど。まあまあいいんじゃないでしょうか。はい。そして通常カラーと比べてみるとこんな感じで。いいね。かなり。ああ、かなりね。うん、素敵な。ああ、トミカになってますね。はい。まあこんな感じです。じゃこれはこちらに置いておいてと。では、最後はこちらのスバルのサンバー。ひまわりっていうね。あ、ひまわりが積んであるんだ。そういや、ひまわりの季節っすよね。もう終わりかけかな、でも。
ということで、パッケージはね、まあ、こんな感じになってまして、ナンバーが107と、スバルサンバーひまわりということで、開けてみると、まあ、こんな感じになってて、これは一緒ですね。ヘッドライタークリアパーツですね。あ、この青色もなんか空色なのかな、水色、なかなか素敵な色ですね。そして、まあ、横、あ、すごい、あ、可愛らしいひまわりになってますね、これ。おー、すごいひまわり。いや、でもちょっとなんか作りが、あ、なんか、おーって感じするけど。うん、まあいいんじゃないですかね。あー、なるほど。で、上はまあこんな感じで。あ、ここだけ色違うんですね。白に塗ってありますね。で、型の方なんですけど、型は2022年になってますね。はい。で、ギミックはこれサスペンションと、あとこれ取れるのかな？取れない。荷台は、取れないですよね。うん。あ、荷台は取れないんですね。うん。このままみたいです。だからギミックはサスペンションだけですね。いや、でもなかなか可愛らしいね。こう見るとすごいね。可愛らしいけど。ひまわりめっちゃでかいね。はい。まあ、こんな感じになってます。ということで、よいしょ。まあ、こんな感じでね、並べてみると、うん、なかなかね、素敵なトミカたちになってますよね。ということで、今回はこちらの、2022年の8月に発売された新車のトミカで、ダイハツのハイゼットの初回特別仕様と通常カラー、そしてスバルサンバーひまわり、こちらをね、紹介してみました。まあ、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。